ガチャで出た素材だけでピザ作ってみたーねー。ギリギリだったね今、噛みそうな、うん、ギリギリ。いや、恒例の、はい、恒例のガチャ企画来たこれ。そうです、今回はね、ピザということで。あ、なるほど。いや、ピザはね、うん、もう僕、まずいピザを食べたことがないんですよ、この世で。まあ、正直、何でもピザにしたらうまい説あるよな。そう、うん、なので、まあ、僕今回自信あります。なるほど。はい、ということで、まああのいろいろね、種類を用意しまして、うん、まあ、この中にね、そのピザの食材のカードが入ってて、それをガチャで回していくんですけど、はい、まず食材一覧がこちら。どうですかね、さん。サンマのかば焼きって何？確かにサンマのかば焼き、白米もえぐいな。そうですね、あとちくわとかもありますね、うん、あとね、この赤文字が僕が用意したっていうか、そのリクエストしたやつで、で、青文字がレンがリクエストしたやつなんだけど、いや、シラスはないでしょ。いやいやいや、シラス美味しいでしょ。嘘。だって、なんかちりばめてさ、いや、ちりばめるよ、シラスを。おー、パセリ的な扱いよな。あとチョコソースとか怖いし、うん、じゃあ、もうあと、お前のあるぞ、サブラ、サブラ、サラダ油。なんでサラダ油あんの？え？勘違いするから、あの、オリーブオイルとかと勘違いするから。まあ、これ一覧見てもらったら分かるんですけど、うん、置いていってます今回。まあ、そのあまりね、そうやね、あまりね、うん、やべえものができるとちょっとね、うん、もうゲテモノ料理みたいになっちゃうんで、うん、ちょっと今回はあの置きで、ね、罰ゲームっぽいやつはないね。はい、ない。辛いとか苦いとかめっちゃ甘いとかないね。まあ美味しいピザを作ろうっていう。なるほどなるほど。で、あわよくばあこんな発見があるんだがあれば OK っていう企画です。あ、で、あらかじめ言うの忘れたんですけど、チーズとあとピザ生地、うん、はもう元からあるので。なるほどね。そこにこれを引いて乗せていくということです。なるほど。では早速引いていこう。で、今回4つを作りまして、うん、まあ2つねピザを作りたいと思います。4つずつ引くってことね。はい、じゃあちょっといくよこれ。まあでもチーズあるからな、これ運命の瞬間よ。じゃあやっていくよ。はい、1個目大切だからね。まあね、これ結構決まるよ本当に。主軸が決まる、主軸が。ここでさ、なんか変なやつシュークリームとか来たら結構やばいよ。いや、もう甘いもん攻めよう、それやったら。あー、まあ、甘い系で攻めていく、バナナとか、うんうんうん、チョコ。僕の、あの、何が欲しいの？カルボナーラ。カルボナーラ、俺カルボナーラ絶対うまいと思うんだよ。カルボナーラでも麺やな。まあそうだね。どうなんだろうね、焼いたら。でいきます。はい、1個目できました。お、赤いカプセルいきます。よし、落とし方広い。なになになに、なんだった？え、予言者いない？シュークリーム一番嫌って言ってなかった？やばい、やっぱ運いいな。やばい、幸運よお前。一番嫌って言ってるやつ引き当てんのめっちゃいいやん。うわ、もうマジか、今日甘いピザ食べんだ俺。じゃあ行きますよ。さあ、レンさんの1個目です。いきまーす。あ、楽しみだな。何？シラス！やった、俺のマジで選んだやつ来た。ここでシラス引く。いや、シラス美味しいと思うよ普通に。でもちょっと気にはなってた。うん、シラス。やったー。じゃあいきます。はい、続いてちょっともう俺甘いに振るわ。チョコソースとかいくわ、うん、チョコソースかバナナとかいいよね。チョコソース狙いでいくぜ。サンマのかば焼き粉。マジ頼むぞ、変なやつ食んない。白米とか、これ白米とか。マジ頼むぞ。おおおお、待って、板チョコ。板チョコ、ちょっと待って。え、でもめっちゃ最後大事じゃない？最後。でもチーズと板チョコ合わんやろ。俺チーズ乗せるんや。でもでも美味しい。うわ、これ怖っ。俺でも完全スイーツじゃん作ってんの。よし、さあ連続2つ目。知らずだったらまぁちょっと塩っぽいらしいよね。知らずは結構乗せていけるでしょ。きた。さあ何でしょう。よいしょ。何かなぁ。何？カルボナーラ。あー、そっち行く。いや、これ絶対美味しいよってか。カルボナーラ、シラスとカルボナーラええやん。え、めちゃめちゃいいよ、多分。俺かぶるカルボナーラあんまりやなと思ってたんだけど、まあ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 、楽しみ。チョコソースとかだったらありかも。バナナとかうまそうやけどね。
あ、バナナいいね。うん、バナナね。なんだ。終わった。サンマのかば焼き。終わってる。全然お気に入ってねえじゃん、この企画。俺ピザ食べようって俺言ってたよな。今シュークリーム板チョコサンマのかば焼き、これやばいわマジで、これやばいって。俺違うよ、今日一番エグいの引いてよこの中で。俺今日お昼食べてないからお腹空いてんだって今もう。合わないの第一位マジか。これサンマのかば焼ききたー、エグいな。いや持ってるねー。帰っていいっすか。いいお前のいいよ。いきます。何も言わなくなったね。今日下がってるよちょっと。語尾っていうか口数少なくなったね。どうした？はい、バジル。ピザやん。お前マジか。俺ピザ作ってるって今。なんで一個違いでこんな変わんの？ピザの内容。たった一個違いでこれよピザ。俺もう次引きたくないもん。てか。ここでやめてももう。ねえ、だからサンマのかば焼きを上回る味のあるやつを。何が言ったらいけんだこれ。甘い、追い甘いのしょ。甘いの欲しいよ。あ、甘いのでサンマのかば焼きを消す。うわ、マジで言ってる。もうそっちなんだ俺って。いきます。はい、頼む。なんでしょうかね。ドキ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 。マジかよ。チョコソース。いや、違うって。え、いや、さっきの言ったのも一緒やん。甘いので消す。これすごくね。この引き。甘いの3個の塩っ気のやつ1個っていう。でもサンマのかば焼きにチョコソースかけたらちょっとなんかもう見た目は美味しそうになりそうじゃない。なんかスイーツとして。いや、魚のせいじゃないから。これやばいな。じゃあ行きまーす。なんだ。何が出るんだ。エビ天。お前マジか。主食やって。今日のご飯やん。これもう俺の好きな今日のご飯来た。何しに来たん。今日ガチャしに来たん。今日何しに来たの。飯食いに来た。え、だってさ、普通にさ、なんかそういうさ、オリジナルピザを作ろうみたいなお店でさ、普通に注文するレベルよな、それ。カルボナーラ、バジル、エビ天、シラス。海鮮系と、ちょっとなんか洋風なカルボナーラとバジルっていう。ありがとうございます。ボクさん、ボクさんどうなの。おもんなこの企画。ボクさんどうなの。え、シュークリーム、板チョコ、チョコソース、サンマのかば焼き。いや、作るパートあるんですか。いや、もう進行してもらわないと。これはね、乗せるパート、入ります。いや、どういう。いや、ちょっとさ、いや、落ちそうだな。いや、もう差がひどいって、これは。美味しそう。何それ、お菓子。まあ、いいよ。で、これ、ピザソース、まあ、これも使っていいらしいので、まあ、この塗るのにね。いらんけどね俺ピザソースってか、まあ、逆に使わないのもありじゃない。ああそうだね。チョコソースを僕は塗っていきます。じゃあレンちゃん、ピザソース。じゃあピザソース塗ろうか。これはどうなんの本当に。うわっ、うわー。でもこれチョコソースを塗ったピザっていうのは、スイーツとしては全然美味しいと思うんで。全然あるでしょ。うわすげえ、楽しい。ピザ作り楽しいわ。ピザソースつけまーす。こもちょっといっぱい。あんまさ、家でピザ作りとかしたことないじゃん。ないわ。餃子とかさ、まあ、手巻き寿司とか、そういうのはね。たこ焼きとかはあるけどさ、ピザってあんま作んないけど、これありだな。しかも俺ガチャ要素これちょっとありだな。日頃からやろうかな、これ。夜ご飯とか。こんなことやんのお前。きっつい YouTuber やん。これさ、チーズって最後だっけ。あ、上に。そうか。じゃあ次。じゃあ俺はこのシュークリームを。シュークリーム割って乗せようかな、ちょっと。やっぱこのままだとあれなんで。
あ、これ生クリームがこれいい感じだ、これ。あ、これ。ケーキみたいになってるね。ケーキみたいな。なんか。でも今んとこまだ美味しそうやぞ、これは。いや、まあ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 、まだね。このまだ、重大なサンマの壁焼き入ってないから。そうだね。うまい。残してるんだ、サンマの壁焼き入るとこ。いや、大丈夫、大丈夫。大丈夫？うん。じゃあ俺どこ、何行こうかな。じゃあ俺カルボナーラかもしれんわ、この。まあ、おー。やっぱ。カルボナーラ。ね、一番下の。カルボナーラとか美味しいやろ、絶対。こんなピザ見たことなくない？でも麺が入ってるピザって。そう、だから俺は選んだのよ。なんか選ぶんだったら、選んでる時さ、そう、お前が、うん、これ絶対うまいやろって言って楽しそうやったもんな。楽しそうに選んでたもんな。覚えてるよ、俺は。すげえ自信あったよ。俺は覚えてるよ。いや、これ絶対美味しいから。じゃあ僕、チョコ、板チョコ。板チョコいらんて。チョコ塗ってんだから、こっちを。チョコ&チョコやもんね。そうだよ。これ何に本当に、まあ、スイーツとしては美味しそうよ、確かに。この後待ち受けてる地獄を知らなければね。はい。一番最後にいるもんな。じゃあどこへ何かもう何行こうかな。ちょっと切るわ。このエビ天、エビ天いきます。エビ天を切ります。こんなん絶対美味しいやん、てか。おい、絶対美味しいやん、それ。いいの？何でか。それでいい？逆に。いやでも、考えてみて、これはこういう企画だったよね、うん、美味しい、ね、お前がなんか、よくわからんけど、こんなんやってるけど本当はこれは美味しいピザを作るっていう企画だったよね。こんなんやってるじゃない。じゃ次バジルかな。バジル、こういうのって切っているよね。バジルってそのままなの、うん、でもなんかこう、ピザにさ、こういうなんか、ない、こう、こんな感じで置かれてるの。じゃあちょっと、はい、一応行きましょうか。本命来たね、本命。行くよ。乾杯。うわ、なんかチョコと混ざってたよ、匂い。うわ、見てみんな、これ、かば焼き。うわかば焼き。かば焼きの汁が、チーズに、そういうアクセントあるんだ。うわ、すご。知らなかった。いや、さすが、流れる動作に入れたって。おー、いいってマジで。流れるような動作で入れた今。なるべく汁落としてから入れようと思ってたのに、チーズにいっちゃった。あれもお肉みたいでね、美味しそうよ。これにお肉合わんだろマジで。お前は俺これに乗せんよ。おー、これどうなるんだろう。1個丸々置いてみてよ。なんでだよ。そこは俺のアレンジさせてもらったいな、ほんとに。これどうなんの。うわ、かば焼きはね、いいじゃん、ね。これ絶対クラスで同じ友達なんないもん、こいつら。ならんね。これは一番。急にヤンキーが入ってきてるもん。そうだよ。もうスイーツの中に。出ました。これどうしよう、もうマジで。出ました。俺も、やだよ。俺もやだ、これ。じゃあ最後に、シラス。こうやっぱ手でね。うまそう。いやもうなんか料理やん。ガチャで作ったと思えないくらいうまそうなんですけど。料理作ってるって俺今真剣に会議しても、うん、この出来はできない。ガチャだからこそよ。これはもうガチャやからこそできた。じゃあちょっと最後チーズ、はい、チーズはもう取りかけましょうか。これどうなんの本当に。でも楽しかったな、ちょっとピザ作り。ええー、な。よーし、ということで。おい笑うな、人のピザ見て笑うな。ということで、これが僕たちのね、ピザということで。はい。で、今からまあ、焼いていこうと思います。焼いていこうよ。はい。焼いていきましょう。はい。じゃあこれ、僕の。はい。ちょっと命名するわ。うん。チョコだと思ったら、かば焼きかい。でも、シュークリームもいるよ、ピザ。いるね。うん、はい、じゃあ連鎖させます。和風イタリアンピザやな。正解。どうぞ。美味しそう。いいな。俺さ、もおかしくすることないもん。俺名前おかしくすることない。俺のピザ10分で、10分でいきます。はい、じゃあということで、じゃあ10分後まで待ちましょう。はい、ほーい、楽しみ。さ、はい、焼き上がりました。はい、はい、見ていきます。おお、いいですよ。いい、
もうさっきはずっといい匂いするんだよね、うん、とりあえずちょっとレンさんの方から見ていきましょうか。はい、これちょっとね、下がないので。おー、いいじゃん、うまそう。え、エビもいい感じだ。こんなん絶対うまいぜ。あ、カリ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 、うん、エビも。じゃあ僕の方も見せますよ。はい、どうですか。いや、まあでも悪くはないよね、見た目なんかうまそうだな、うん、チーズがでかいかもしれない。あー、うん、どちらも完璧に出来上がりました。はい、ということでこちら食べていこうと思います。はい、はい、じゃあ切ろうよこれ。いきますか。おお。ちょっと硬いかな。硬いな。ピザというのは。ああいいよ。これです。おお。ピザやねこれね。まあ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 。ちょっと僕も切ります。うわこれすごいぞ。あのね。うわサバの匂い。サンマか、サバサンマやな。サンマの匂いか。まあ一緒やもん。うーわこれどうなんの。めっちゃ意外とうまいか、うん、やっぱりそうか、のどっちからかな。これはじゃあちょっとまずレンさんの方から。いいんすか。はい、もういいですよ。じゃあ食べますね。うん、こんなもん絶対うまいと思うけど。まあこの全部全部入ってるやついきますよ。うん、いいですね。いただきます。見てるの。いただきます。そう、うん、どう、うまーい。はい、うまい、うまいっす。もううまそうだもん、匂いとかも、うん、シラスもどう感じた。シラスカルボナーラ結構強い。あ、やっぱり、うん、美味しいでしょ。でもカルボナーラ、うん、え、ちょっと俺も食べたい。あの、なんかいいですか。シラスのシラスのなんかちょっとしょっぱさがくるね。うんうん、え、ちょっと俺いや、え、お前こんなに切って一人で食べんの逆にまずまず。ちょっといいですか。僕の推してたカルボナーラちゃんもいるんでね。美味しそうやん。これ一口サイズがええな。またいただきます。美味しいですか。ドミノピザが出した方がいい出してください。本当にうますぎ。え、待って、カルボナーラ最強でしょこれ。てか結構ね、あの味の主張だから言ったじゃん、うん、カルボナーラがうまい。マジで。うん、いやでも俺カルボナーラうまいけど、このエビ天もいるから、エビ天とちょうどシラスも合ってる。これマジでうまいわ、うん、最高のピザ作りでしたね今日は、うん、いやいやいや、あなた奥さん最高だったな。奥さんどこに売り込むこれ。ドミノピザ行く。目の前に売り込む。いや、売り込む前にあの目の前にあるんで。ちょっと食べてみるわじゃあ。うん。やっぱサバもサ、え、サンマか。サンマじゃ。サンマか。うん。サンマも食べないと。サンマある。こちらです。どんよりした BGM かけんな。かけてんの。編集中の俺。どんよりした BGM かけんな絶対。明るい曲で、うん。ここから明るい曲でお願いします。いただきます。いただきます。明るい曲流れてるよ。眉を潜めて。いや、そんなそんな顔でこっち見られても、かわいそうな顔でこっち見られてもそんな知らねえけど。うんうん、すごい。うん、一口噛むごとにだんだんまずくなってきた世界初の食べ物。ガムみたいな。うん、サンマが強すぎる。あ、蒲焼きの味が、ね、だからあの半分以上蒲焼き、これだからもう生クリームとかチーズとかほとんど感じないわ。なるほどね。じゃあ一回食べてみてよ。いただきます。最初びっくりするよ。でもうん、どうですか。なんとも言えんねなんだろう、なんか言ってほしいな。何かしら言ってほしい。かわいそうだこいつが。俺のこれはチョコが強かった。あ、初め、うん、チョコとチーズ、うんうん、
チョコボーン、チーズボーンきた。うん、甘いのしょっぱいのみたいな。うんうんうん、まあ、食べれはするね。でも最初びっくりしてない？だからかば焼きの部分いってないでしょ、あんまり。いってない。あ、かば焼き行くとびっくりするよ。なるほどね。うん、最初かば焼き、あ、これかば焼きじゃね。お、あ、でもいい音、チーズも飲みとるわ。どうですか？かば焼きか、かば焼き、ね、びっくりするでしょ。すごいすごいな。かば焼きやっぱ強いわ。すごいわ。ちょっと強いね。まあ4日断食したらうまそう。ほら、うん、いや、うまかった。でもえ、うまかったっす。まあ、うまかったね。どっちは、ん、どっち買いたい、それ。 OK、 カルボナーラいいかも。カルボナーラだから言ったじゃん、正解だし。皆さん、カルボナーラは、いや、だカルボナーラ入れて、うん、ピザ作るのはマジであり、うん、これなんですよ、やっぱ。うわ、嬉しい、これ。でも正直言って、あの最初僕が挙げたマカロニサラダ、うん、あれもマジで合いましたよ、絶対。うん、うん、あれも絶対合いました。なんで僕ちょっと間違いなかったはずなんですけどね。どこで間違ったの、うん、全部踏み外した。まあ、ということでね、皆さんもぜひね、簡単にできるんでピザ作りやってみていかがでしょうか、うん。楽しかったね。うん、普通になんか思ったより簡単にできた。そう、だからみんなで持ち寄ってさ、うん、食材1個ずつ持ち寄って作ったりしてもいいのではないかと思いました。うん、もう次はなんか自分の本当に好きな食材だけでピザ作りたいからね、俺は。それはじゃあ、まあプライベート動画にします。ありがとうございました。プライベートで動画撮んな。バイバイ。